ルイ・ス・ラモント・ブリンソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード郡フォートローダーデール出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。2012年の MLB ドラフト一巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・レンジャーズで、プロデビュー。54試合に出場して打率。283。 7本打、四42打点、14盗塁を記録した。2013年は、A 級、ヒッコリー・クローダッツでプレーし、122試合に出場して打率。237、21本打、五52打点、24盗塁を記録した。2014年は、A 級ヒッコリーと、A 級マートル・ビーチ・ペリカンズでプレーし、2球団合計で113試合に出場して打率。 288、23本類打、70打点、17盗塁を記録した。2015年は、A 級ハイデザートマーベリックスと、A 級フリスコラフライダーズ、トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスでプレーし、3球団合計で100試合に出場して打率。332、20本類打、69打点、18盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2016年は、ルーキー級アリゾナリーグレンジャーズと AA 級フリスコで、プレーした。ミルウォーキーブルワーズ時代2016年7月31日に、ジョナサン・ルクロイ、ジェレミー・ジェフレスとのトレードで、ルイス・オルティーズ、後日発表選手と共に、ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。移籍後は、 参加のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスでプレーし、移籍前を含めて3球団合計で104試合に出場して打率。268、15本塁打、61打点、17、盗塁を記録した。オフの11月18日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2017年に MLB.com が発表した。 プロスペクトランキングでは15位。ブルワーズの組織内では1位にランクインした。シーズンでは開幕からトリプル A 級コロラドスプリングスでプレー。6月10日にメジャー初昇格を果たし、翌11日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。6月28日にオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。 7月26日のワシントンナショナルズ戦でショーン・デューリトルからメジャー初本塁打を放った。この年メジャーでは21試合に出場して打率、109、2本塁打、3打点、1盗塁を記録した。2018年1月25日にクリスチャン・イエリッチとのトレードでイーサン・ディアス、マンテー、ハリソン、ジョーダン・ヤマモトと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。 2020年は47試合の出場で打率。226、3本塁打、12打点だった。外野手の守備では1失策に止めた。ゴールドグラブ賞3度のマイク・キャメロンと比較されるアスリートであり、将来は30本塁打30盗塁も達成可能と言われている。ありがとうございます。